い、日本薬面さん大学生のさんちゃんです。暑い日が続いておりますけど、皆さん熱中症にご注意というところで、今日もね、なかなかこう外は晴れてるんですけれども、私も家の中から撮影でございます。今日はね、子供と登山というところでテーマでお話ししてみたいと思うんですけど、まあ親子登山みたいなものですね。私ね、14年間の登山歴と、日本百名山安全座登頂っていうのをやってですね、まあ、9歳の頃から、山登りしてきました。で、もともと最初はね、父親と2人でですね、登山を始めると。父親が別にその登山をしてたわけではなくて、体力作りというか、私のこう好奇心なんかも結構旺盛な子だったので、それね、延長線上で行ったっていう感じなんですけれども、登山ってやっぱりすごい子供にいい影響を与えるなって思ってて、別にそのずっと続けるってわけではなくても、その一回一回の経験ですよね、それに対してすごく魅力がある、ものだと思っています。で、それについてね、ちょっとご説明するんですけども、まずですね、自己肯定感っていうのがすごいこう鍛えられるなっていうふうに思ってて、やっぱりこう日本の子供たちってすごく私もちょっと海外とか行ってた経験もあるんで思うんですけれども、やっぱりこう自己肯定感が低い子供が多いわけですよね。で、何々しちゃダメとか、何々失敗、なんかこう自分はできないんだみたいな感じでこう育っちゃうような子多いんですけれども、登山っていうのは一応ね、こうどれだけ時間かけようと、一応こう頂上まで行って戻ってくるとですね、やっぱりこう気持ちが良くなるもんなんですよね。で、その山頂って一つのゴールですよね。で、そこで登って無事に降りてくる、まあその二つ目のゴールですけども、そういうなんかゴールをですね、しっかり決めて、でそれに対してどういう進んでいくのかみたいなところですね、鍛えていくと、その自分の価値というか、そこもすごいね、あ、こんなことできるんだみたいな、一つ一つ積み重ねていくことで、こういうことが僕にもね、達成できるんだみたいなところで、自己肯定感っていうのが非常にこう鍛えられる場所になるんじゃないかなっていうところでお勧めしたいです。まあ注意点としては、本当に親御さん的にもですね、転んじゃうこととかですね、それこそ道それるようなことあるかもしれないんですけども、それもですね、まあ一応こう許容範囲をですね、広く取っていただいて、こうしっかりね、リードしていただけるといいのかなというふうに思ってます。で、まあ2つ目にですけどね、運動にとってすぐ運動というか、その運動神経というか、体力つきますよね。で、シンプルにその、まあ、子供の頃ってすごい動く方だと思うんですけど、皆さん、なんかこう、勝手に動き出しちゃうみたいな子もいると思うんですけども、私もそういう感じでしたけどね、すごい体力の、が、こう、ちゃんと、なんでしょう、成長していくっていうところに関しては、すごい登山っていうのは、いいことだと思いますし、またその、体を動かしながら何かこう得るっていう、その何か景色だったりとか、あとなんか興味のあるものっていうのに惹かれていくってところはすごいいいかなと思ってます。で、3つ目ですけども、まあ、好奇心がね、すごいね、鍛えられるなって思ってて、私はその、虫とか、カブトムシとかクワガタとか、ああいうところも好きだったんですよね、小さい時。なんか昆虫博士になりたいとかって、今ではもう全然なんですけども、そういう興味があったりとか、あと、したので、それがその山に行って、例えば新しいその虫がいたら、これのどんな虫なんだろうとかって言って、こう図鑑をね、図書館とか、もしくはその親からこうもらったような本とかですごいこう調べたりしたわけですよ。それがすごい全然勉強とは関係なく、自分の興味関心っていうのをすごいこうかきたてられたというか、そこでやっぱりこう自分の好きなものっていうのをこう見つかっていくんじゃないかなっていうふうに思ってます。やっぱりこう好きなことをって何なんだろうって、多分大人になって悩む方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、やっぱりこう私の原点というか、なんでこんなにやりたいことをやれてるかって言ったら、やっぱりちっちゃい頃からその自分の興味関心っていうものをどんどんこう開く場所があったというか、見つけられる場所があったのかなというふうに思ってて、まあそれが、まあずっと積み重ねていくうちにこうなんかなくしちゃう人もいるとは思うんですけどもね。ただやっぱりその小さい頃からですね、まずその自分の性格とかそういうのが形成される時にですね、なるべくやっぱりこう興味関心ってものを広く持ってこう取り組ませるっていうのは一番いいんじゃないかなというふうに私は思ってます。まあこれでもこんな感じですけど、一応教員免許を今度取る予定なので、まあそういう面でもね、まあ精神的な部分でも子どもたちの役に立てればいいかなというふうには思ってるので、まあこんな感じのお話ですね。で、まあ
なんでしょう、一応どれくらいのね、あの年齢から登山始めた方がいいかなっていうふうに思ってて、やっぱり小学生ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってて、私は小学3年生だったんですけど、まあ小学校1年生ぐらいになるとしっかり自分で、あの多分坂とかもしっかり登っていけるようになると思うので、あんまり小さくてですね、その後ろにこう背負って、あの子供をね背負って歩くっていうのも、まあ、悪くはないと思うんですけども、やっぱりこうちょっとあの子供にとって何かそこで得られるものがあるかっていうと、少しね、あの小さい気もするので、やっぱり自分でしっかり歩いて登ってっていうのが、あのいいのかなというふうに思います。で、親御さんにはですね、まあ、あのしっかりした、いや、あの下調べっていうのは、あのできればやっぱりやっていただきたいなっていうところで、まあ、あの2週間ぐらいですね、時間かけて調べていただくっていうのがいいと思います。私もね、本当最初の頃って父親すごい調べてくれてて、例えばもう全然日帰りの山で、あの終わるのに、そのちゃんと降りたら、あの疲れないように、その何ですか、であの宿をね、あの取ったりとかして、すごい安い宿を取ったりして、でそこでこう休憩して、次の日こうなんかこうまた違うあの旅をして帰ってくるみたいなことをやってて、すごいその何でしょう、あのいろいろ綿密にスケジュールを立ててたんですね。今ではもう全く立てないで、僕の私の方が立てるんですけども、あのそういう感じなので、あのまあ最初のうちはですけども、いっぱいこう親御さんもですね、あの頭を使ってと言いますか、これもあの一つのやっぱりあの子供とのコミュニケーションになりますので、すごくね、あのそういった面ではあのしっかり調べするっていうのも一ついいのかなと思います。で、あの分からないことがあったら、やっぱり山に詳しい人なりで、こうやって動画を見るなり、まあ Google であの調べてみたりとか、そういったこともいいのかなっていうふうに思います。あのやっぱり情報は今溢れてるので、あの登山はやっぱりしやすい環境になってきていると思います。あの私が始めた十何年前よりかは。ですので、あの皆さんのですね、あのいろんなあの情報をですね調べていただいて、どれが正しいかなっていうのをこうあの見ていただいて、あの子どもたちにですね、何かこうあの学びの場っていうのを提供、していただければと思っています。まあ、まとめですけれども、まあ、登山で培われるのは、子どもに対しては自己肯定感であったり、あとは、体力であったり、あと好奇心であったりっていうところです。で、まあ、注意点としては、本当に子どもたちの、がまあやっぱり動きますから、そういったところに注意していただくっていうところと、あとまあ計画をですね、あの綿密に立てていただくっていうところで、コミュニケーションですね、大事にしていただければいいかなというふうに思います。今日はこんな感じの動画でした。私の、ね、チャンネルでは、あの登山のことだったり、あと大学生やってますから、大学生のことだったり、いろんなこと発信していきますので、ぜひともね、チャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。では今日はこんな感じです。お気をつけていってらしてください。